攻撃はそのコーンとコーンの間から、この結ぶラインからはもう降りない。そう、その前で。そのどこかで受けて、裏で受けてもいいし。OK。で、一回だけパスどっかに打つから、それには反応してアプローチして。OK。で、戻したらそこからスタート。いいかな？はい、行きましょう。はい、行こう。そう。ナイスショー。シューナイス。はい、行こう。ここ降りてこないよ。降りてこない。はい、行こう。うん。誰がボールがはっきり。うん。奪ったら前にパス。俺にパス。はい、前。俺にパス、奪ったら。ナイス。オッケー、意識してほしいのは、これ最初ボールで出るな。で、これボールが出たら、ナルがプレッシャー行く。で、カズマは、そのカバーのポジションに入りたい。だからポジション、カバーできるポジション入ってみな。そうそうそう。シュンもそう。シュンは、カズマが取られた背中をカバーできる位置。例えばヒカルが走ったら、そこに出たボールに、ヒカルはついていけるように。OK？ うん。もしくは、ここの、カズマは、ここに走られた時にカズマはついていけるようにカバーできるように、隣の人が裏背中取られた時にカバーできる位置、シュンはいないけどシュンは一番遠いから出されてからそっちに移動できるように予測は持っておくってこと。